皆さんこんにちは、大和屋です。本日ですが、豊洲ぐるり公園でヘチ釣りを行った時の映像をお伝えいたします。今回釣行に出かけて10分足らずで年の瀬がヒットして釣れたので、そちらをお届けしようと思います。こちらなんですが、この映像は昨年の映像となっております。比較のためにお伝えさせていただいてます。この時、年なしに出会うまで2ヶ月ぐらいの時間を要しておりました。まあまさか豊洲で年なしが釣れるなんて思っていなかったので、かかった時にはすごくびっくりしました。で、始めたばっかりでタックル何を選んだらいいのかよくわからなくて、黒鯛工房の一番硬くて大物専用の竿をずっと使っていました。大物を釣るには太い糸を使って、こちらの竿ですごい簡単に釣ることができるんですが、ある程度の大きさのものに関しましては胴のためが比較的少ない竿になってますんで、ちょっとこの細い糸とのバランスは少し悪かったのかなと今思えば、そういうふうに思います。結構バラす時とか多かったですので、この時は本当に慣れない感じでしたが、なんとかこの1匹をあげることができておりました。細い糸で竿が硬すぎたので、結構針外れとかバラシがかなり多かったですね。ちょうどこんな感じになります。ただ本当に太い仕掛けを使ってこの竿で釣りをすると、海上釣り堀でかなり大物をあげることもできておりました。ただ豊洲ではもう少し柔らかい方が良かったかもしれません。こちらから最近の映像となります。使っている竿はリンウサイの S280 で、使用しているリールはヘチアスリートの青色ですね。ラインに関しましてはフロロカーボンの 1.255 を使用しております。釣れる場所もある程度分かっているので、こんな感じでテンポよく歩いていって、魚のいそうなところを狙っていっております。最近本当に魚がよく浮いているので、浮いているところを積極的に狙っていっております。あ、逃げた。
そうか。うわー、やっぱ引くな、結構。はい。よしなし、パーカー。あ、大丈夫、大丈夫。やっぱできない、よう動くな、こいつ。よっしゃ、ありがとうございますめちゃめちゃ叩きまくった。あ、本当っすか。それで釣られたからめちゃめちゃ悔しい。結構かかったぜ。ナイス。まあまあ引いた。よし。あ、これも、これも年なしだな。51。これで貝とか割って食べるんだよ。え、じゃあ中になんかギリギリみたいな。嘘いる？あ、これも歯だよ。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。よろしければ高評価ボタン、またチャンネル登録をいただけますと幸いです。